こんにちは、即歌塾の久保です。今回はですね、令和5年の即歌塾の取り組み、これはね、熟成さんとの、まあ、いろんなカテゴリーでの対談をして、そこから新しい世界をどんどん開いていこうとする試みでございます。今のところね、4つぐらい、まあ、半決まり、内定してるのがありますんで、お知らせしときますね。まず1つ目はね、新格闘技伝説、リファイトクラブというふうに仮に名付けさせていただきました。これはですね、キックボクシングインストラクターの、まあ、あ 師匠がですね、師匠と仮に呼ばせていただきましょう。まだお名前はね、公表せずに置きますので、えー、40代、50代向けの格闘技。特にね、バカーンとぶち当たって怪我をしちゃいけないんで、マス格闘技っていうんですか、型にこだわって寸止めをする格闘技。これで、まあ、あのー、もう一回ね、男の勝負をしてみようみたいなトレーニングと大会のご案内です。これリモートでできますので、リモートトレーニングを受けながら、さあ、 全国大会誰が一番強いのかなみたいなね、まあ、全国大会するかどうか分かりませんけどもその辺もご参加いただいた方の顔ぶりでね取り組みを決めていこうと思いますもちろん最初生徒さんが少ないうちっていうのはトレーニング主体になると思いますけどもある程度ね3人4人5人ぐらい集まるともう大会ができちゃいますんで大会に向けてトレーニングをしていくって形で今回は40代50代まあ限定ということにさせていただければどうかなと思いますけどもこちらの方をねどういう風に開いていくのかってことをこのリーファイトクラブの師匠 A さん ととともに考えてていこうかと思いますすそんなズーム対談をさせていただきます新格闘技伝説リファイトクラブお楽しみに2つ目はリノア先生って言ってねマヤ文明の末裔と言われているそういった即果塾の塾生さんがいらっしゃいます私との付き合いももう10年以来なんで即果塾ができてすぐに塾生さんになった方なんですけどもその方のスピリチュアルレッスンリノア先生のスピリチュアルレッスンということでさまざ、あ、まなね運について語っていくことでございます私常々言いますけども 運っていうのはみんなあると思ってるじゃないですか。でもその運を操ることは全くしてないんですよね。その辺について一定の鑑定をもとにどのように運を操っていけばいいのか、運が悪い時はどういうふうに改善していけばいいのか、もしくはおとなしくして嵐が過ぎ去るのを待つべきタイミングというのはどういうことなのかということをいろいろとね、考えていくコーナーになります。次、気になる子シリーズ。これはもうおなじみですよね。 覆面 YouTuber タカさんとのコラボレーションになりますけども、もうお馴染みでございますので、特に言うことはないかなと思います。顔出しをしない YouTuber として活躍している覆面 YouTuber のタカさんがですね、どのように顔出しをしないメリットを使っていくのか、これについて YouTube のチャンネルをどん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 こうデザインしてくれるということなんで、とっても心強いと思いますよ。私にはできない方面での YouTube のアプローチということになります。 そして4つ目はあ何を隠そうストーンさんの株スクールですよねサラリーマンこそ株収入ということでございますおそらくねお勤めになってる方の中でほとんどの方が株式会社に勤めていると思うんですよですんで株価を上げることに貢献して毎日働いてるんですよねでもせっかく株価を上げることに貢献していても株を持っていなければほら儲からないでしょもっと言ったら自分の勤務している会社の株じゃなくても他人の株でもいいんですよ どっかの誰かの株、そこで社員の方がみんな頑張って業績を上げるんだったら、そこの恩恵に預かるためにそこの株を買っといたらいいよね、みたいなところで、どのようにそういうふうな有料株を見分けていくのかってことを、ストーンさんがね、えー、独自のスタイルで解説してくれる、そんな株スクールになっております。今、4つのスタイルの、それぞれのズーム対談を企画してますんで、順番にやっていこうと思いますけども、どれも視聴者さんが稼ぐための方法をね、紹介してますんで、どれもこれも見ておいて損はないと思います。それでは、以上でございます。お疲れ様でございました。